本気ゲームズレディーゴー。青鬼オンラインと五等分の花嫁コラボ来ましたね。今回のコラボイベントは限定コラボガチャ第1弾にて中野1か中野ニノが登場。限定コラボガチャ第2弾にて中野ミクが登場します。はい、今回もね 4.5 周年イベントのように、はい、五等分の花嫁コラボイベントの特設ページが来ましたね。この左上に書いてるイベントメダル報酬で上杉ライファ、右上のランキング報酬は中野いつき、左下のイベントチャレンジでは上杉風太郎、イベント試練では中野四つ葉スキンがそれぞれのイベントでもらえます。それでは今紹介したコラボの塔に挑戦していきましょう。ウェディングベルから鍵をゲット。爆弾を移動させて花部屋花束花束ベルから鍵をゲット。爆弾を移動させて花束を壊そう。花嫁鬼には注意しよう。何ですかねそれ、花嫁鬼って。やっていきますか。あー、これどういう感じかな。なんかボムありますね。運ぶ系か。なんか花束壊すんでしょ。そうそうですね。この花束を壊してなんかウェディングベルから鍵ゲットすると。なんか石像あるけど、なんかうわー大変なやつだわ。うわ、花嫁鬼来たわ。これね、過去に2019年の時に来たジューンブライドシーズンの鬼ですね。使い回しです。良くないです、非常に良くないです。ってのはさておき、これ開けていくんだよね、これ。そういうことでしょ。ここ出口じゃん。あとね、今バグってですね、なんか扉めっちゃちっちゃいんですけど、まあ、これは気にしないで焼いてください。なんかめっちゃちっちゃいですね。何があったんですかね。さあ、ちょっと花嫁鬼が、普通にボム運んでる時も持ってくるっていう、ちょっとずるいですね、これ。はい。で、まあ、ボムを破壊する前に、先に浮かスイッチ押しちゃうか。間に合うか、花嫁鬼来る前に。よし、間に合った。でも今までのね、青の洞窟とか、天皿の滝とかは、この爆弾を移動させてね、氷、今までだったら氷を壊すみたいな感じだったんですけど、今回は花束ということで、コラボにちなんで、選んでくれたんですね。ちなみにね、この置物も使い回しです。まあそういうこと言うんじゃないってね、運営さん思ってると思うんですけど、そういうのはどうでもいいと。で、この鍵取ったら多分クリアっしょ。で、花嫁鬼を蹴って、これですね、最初にやった。はい、花嫁鬼さん、ちょっとね、追ってくるのやだからね、閉じ込めましたー。よし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 。あ、でもこっちから取れる、来れるか。まあいいや。よーし。で、これなんか、めっちゃ扉ちっちゃいですね。まあでもこれで突破ですね。ありがとうございます。コラボの塔、一回、突破ー。無事、青鬼から逃亡成功。やばい、氷来ちゃった。トンキの苦手な。氷をうまく使って、花嫁鬼から逃げよう。鍵を集めて脱出しよう。なんか見える子ちゃんの時みたいな感じですね。なんか見える子ちゃんの時も氷だった気がします。まあまあ、これ普通に取りますね。でも簡単かもしれん。でも、花嫁鬼にね、衝突すると、多分、そこでゲームオーバーだから。今は花嫁鬼来たね。
ちょっとどこで出現するか確認しましょう。真ん中ですね。真ん中にじゃあ。あ、でもちょっと足も速い。一回と比べてですね、足が速いですね。行っちゃいましょう、ここは。よし、でもここはね、氷のギミックをうまく使えば簡単なステージかもしれません。はい、ここでベルから鍵をゲットするぞ。よし、じゃあ、花嫁鬼から逃げて、よし、こっから上に曲がっていくのかな。え、真ん中のマスにたどり着けない。どうやっていくんですかね。一回でもちょっと鬼を引き寄せたいところ。ああ、一回こっちに引き寄せますか。どういう感じなんですかね。ルートがよくわからない。どうやっていくんだ、そこ。こうか？いや、でもここにまたたどり着いちゃいますね。さあ、問題が発生しましたね。鍵はゲットできるんですけどね。ここから行ける？ぶつかった。やられちゃいました。もうここ早送りだよ。よし、先ほど鍵を集めた状態から戻ってきました。ここでいいのか？いけない、これどうやっていくの？一回引きつければいける？これ上いける？いや、マスはちょっとずれてるな。マジどうやって扉行くんだろう。どこだ？こっちかな？あ、いけるわ。ここに行って、鬼をくるっと巻いて、よし、ここで扉までゴールだ。よっしゃー、いけた。こういうルートだったんですね。コラボの塔、2階突破！無事、青鬼から逃亡成功！よし、それではコラボの塔3階に挑戦していきましょう。ボムを使って花束を破壊しよう。閉じ込められている鬼には要注意。なんか天皿のだけみたいな感じじゃない？説明文が。天皿の3階でこんなんなかったっけなぁ。危ねえ、いきなし真ん中に、トゲあるわ。なんだこれ。なんか花嫁鬼が巡回してるんだけども。とりあえず、あそこで花嫁鬼が巡回しているのか。そういうことか。ここでね、ボムを使用して、花束を破壊して、ちょっとこの鬼が邪魔だな。あ、でもこれでいいのか。これで花束をボムで破壊するぞ。じゃあ、あとは、鬼が上に行った瞬間に鍵を取る。よし、上に行った瞬間に、戻る。こういうことですね。じゃあ、ここも同じように。でも、ちょっと形が違いますね。どうやっていくんだろう。え？あ。花嫁鬼さん、ボムに囲まれて動けなくなってますね。これ前まで回ったはずなんですけど。回んなくなっちゃいましたね。てかなんか、ベルの後ろに氷あるけど、これ、テクスチャー変え忘れてません？大丈夫ですか？大丈夫？どうやっていくんだ？あ、そういうこと。こっちにまだボムが余ってるので。あ、でもこれ、真ん中にトゲあるから。あ、でも横はいける？横なんかとりあえず爆破しとこう。どうやっていくんだろう、これ。まずこっち行くのかな。え、これ無理じゃね？左行くの。こういうこと？危ねえな。え、これ無理じゃん？あ、ここで上のボム使うってこと？じゃあ、ここは後回しってこと？
いや、だとしても無理だよな。だからここに氷あるもんね。うん、積んでますね。どうやって行くんでしょうか。いや、どっちにしろあのベルの後ろにある氷を壊さないといけないから、この氷をどうするかだよね。このボムをどっかに運ぶみたいな、そんな感じですかね。いやー、でもこうやって運ぼうとしても氷まであと1マス届かないんですよ。分かっちゃいました、これ。むずいわ、これ。はい、ここにボムを置くの。なるほど。こっちかな？ここにボムを置くんだね。なるほど、これは分かんなかった。いやー、いけたわ。これマジでむずい。マジでむずかった。これね、結構編集でね、カットしてるんですけど、ここの氷をね、どうやって爆破するか結構悩んだんですよね。よっしゃー、他のところはま、あ、はい、はい、危なかった危なかった。さあね、ちょっとさっきここで、はい、つまずいてしまったんですけど、なんとか行けましたね。次ここはどうするんだろうな。ここも難しいな。とりあえずボムをこっちに破壊させる感じ。ここでボムを破壊させて、いや、ここは通れるけど、またさっきみたいな感じのな。いや、もう多分これは積んでるんですよね。あ、ちょっとね、トンキパパさんと話したんですけど、ここのボムを爆破することで攻略できるみたいです。で、ここの花束を壊して、こっちから押して、で、ここの隙間に入れると花束を破壊できるみたいですね。いや、ほんとこれ、作ったやつ出てこない。あ、すいません。ちょっとイライラしちゃいました。まあ、なんてね、まあ、冗談みたいなね、この、コントみたいな。まあ、さておき、これ本当に難しかったですね。うん。はい、じゃあ最後はここの一番簡単な場所。ここですね。なんかこれ。は？おかしいだろ。はい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 。で、ここでベルから鍵を手に入れて、上のどこ？これ多分後ろにボムあるよね。あるわ。で、一回どっかに引き寄せちゃいたい感じなんですけど。はいはい。ここで花束を壊すと。にゃじゃあ、あとは、ここのデルチの近くにあるボムを使って花束を壊せる。はい、これでクリア。はい、オッケー。でね、この花束？花束じゃない。花粉鬼？花粉鬼じゃない。なんだっけ、花嫁鬼か。花嫁鬼、追ってくるのほんと大変ですね、これ。よし、じゃあ、最後の花束を爆破していきましょう。で、鬼を引き寄せて、破壊されたら出口まで向かいましょう。よし、突破できました。テンサラの時は床スイッチ4年とか生きて、すみません、すみません。ちょっとコラボの塔3回突破。無事青鬼から逃亡成功。
倍外になっているぞ。トギやて急に気をつけながら鍵を集めて扉から脱出しよう。まみめさん聞いてます？あ、すみません、ちょっとトンチはちょっとね、高速って苦手なんですけど。これ鉄球通る印見えなくなってるし、鉄球めちゃくちゃ速いですね。じゃあこのボムを上に運ぶのか。レベルゲットと。これもなんか作業ステージみたいな。ここはどこから鉄球が来る？来ない、まさか。来ないよ。ここはこの、もうなんで固まんの、マジで。なんで固まんの。なんかここで固まってるからセーフ？よし。ここはなんか鉄球ないっぽいね。で、あー危ない危ない。これで花束を爆破するんだ。ここで左の花束を爆破しないように気をつけようって今言おうとしたらさ、超高速で、ちょっと待って。ちょっと待って。早い早い早い。ガシンガシンガシン。引きつけますか、こいつ。こいつ引きつけるか。ちょっとここら辺まで引きつけたら遊んでくれるしょ。これ。はっ！急がないと多分これ。花嫁鬼がね、追い詰めてくるので。花嫁鬼これ1分後に出現なんだね。で、ベル獲得、ベルじゃない、鍵を獲得して、結構多分急がないと、最後のあのボム、あれ破壊できないと思う。ボムっていうか花束ね。で、ここは鉄球通んないという真実に気づいた。これ左爆破させたら、花嫁鬼、こっち怖いみたいになっちゃいますね。これはやばい。ここ鉄球通る。でもう鍵を取る前に花束を先に壊すという。テンサラの時なんかその檻で鬼を閉じ込めるみたいなのできたんですけど、今回の5等分の花嫁鉄球？いやーもうマジで花嫁鬼ね、なんか今までのコラボの時遅かったのにさ、殺戮の天使の塔とかさ遅くてさ楽しかったじゃん、あれは。もうそれはない。これ多分ここ破壊するの。ギリギリ間に合った。よし、これでゴールだ。いやー、むずかった。結構初見殺し系ですね。コラボの塔4回突破！無事、青鬼から逃亡成功！それではコラボの塔のね、5回に挑戦する前にチャレンジでね、この四つ葉スキンで、コラボの塔 10回じゃない、5回を突破するっていうミッションあったので、それも兼ねて、はい、1回でね、ゲットできる。中の湯つばを入手しました。このキャラクターを使って5回に挑戦していきましょう。そう、来ました。はい、中の丸尾が登場。爆弾をまず使用して攻略しよう。モフコはいないんですかね。そっちじゃないんですね。ちょっとツッコミありがとうございます。中の丸尾はどこにいるんだ？え、弾幕少ない。弾幕少ない。3個しか弾幕ないよ。しかもね、要塞15階隠しステージのように、カーペットで、
落雷が隠れるという心配もありません。ありがとうございます、ノコ。あーでもね、難易度的にはこれくらいじゃないと難しいんですよ。しかもこれ雷ありますからね。これなんか鬼追加される系？ちょっと待って、これ鬼追加されてんじゃん。よいしょ。鍵取りよりも先にゴム運びを優先する。鍵は後でも分かれるから早めにボムで爆破させたいところ。あのマップの形なんか四つ葉っぽいよね、体感的にさ。四つ葉の形なのかな。あーでもこのスキンの名前四つ葉ですもんね、そういえば。なるほど、そういう関連性があるのか。で、中の丸尾が来る前に上でいいの、これ。わかんないよ、もう。あ、もうこれ嬉しい知らせでさ。よしよしよし、これで花束を持ってあげて。やばいやばい、マジでやばい。最後ボム使わなくないこれ。一個予備あったの、もしかして。これで扉まで。花嫁鬼これ邪魔すぎじゃない。あ、扉あった。扉、扉見えなかった、ちっちゃくて。よし、突破できました。コラボの塔5回突破。ジ・アオニから逃亡成功。ここら辺でトンキーゲームズ終わりたいと思ったんですけどね。はい、これね、今クリアしたコラボの塔5回の報酬、ポチッ！よし、中の四つ葉スキン、これ2体目ですね。で、この中の四つ葉スキンを使用して、コラボの塔5回を10回クリアするとスキンチェンジみたいです。ここら辺で、今回の動画を終わりたいと思います。いやー、良きコラボの塔5回突破できたなと思った。あ、そこの木！ぜひぜひ、グッド、評価、チャンネル登録、Twitter、LINE スタンプ、インスタでももやっていますので、ぜひぜひ、概要欄からご確認ください。それでは、バイバーイ！